猟犬の花に聞け。執行官は猟犬というあだ名がついております。刑事は花が効く、つまり勘が鋭くなくてはいけないということで、リスナーから自分の身の回りで起こった不思議な出来事や未解決な出来事の調書を送ってもらい、それを僕たちが推理し解決していきたいと思います。はい、では早速未解決事件が届いてますよ。はい、タンタンさんです。はい、ありがとうございます。なぜ男の人は女の人のうなじが好きなのでしょうか。うん、友達に聞いたら、女の人がうなじを見せているのはノーブラでいるのと同じだとまで言われました。お、私にはその言葉が衝撃的すぎました。うなじの魅力をぜひ教えてください。なるほど、うなじ。僕うなじはそんなにさほどあんまりなんか感じないタイプですよ。うなじとか遅れ毛とか、うん、特にないですか。ないですね。僕膝の裏とかが好きなんですよ。膝の裏、膝裏が、膝裏ですか。歩いてる女の子の膝の裏、はい、そっちの方が不思議ですね。なんかうなじはなんかこう垣間見える背中とかの流れるラインとかの綺麗さがあると思うんですよ、はい、きっと。膝裏にどう魅力を感じるのか全然なんかあんまり見せたがらない場所じゃないですか。でもほら生足の方とかいらっしゃるじゃないです か。そうなんですけど、なんかほらここ汗ばみやすいとこだし多分嫌がる場所じゃないですか。なんかここ匂われたら嫌そうじゃない、なんかどこでも匂われたら嫌だと思いますけど。そうだけど、なんかこういうさちょっとあの、はい、肘のとことか、あの肘のね、あのブヨブヨしてるとこも好き、はい、あのエルボーのとこ、あ、つねっても痛くないとこ、つねっても痛くないとこあそこをこう伸ばした時にちょっとねキュッてねくぼむんですよ。関節好き、まあそうかもね、関節好きなのかもなんかそういうところの方が、うん、僕は好きだな。なんかそういうところに生活を感じるんですかね、その人の生きているなんだろう、なんかこの局部とかは嫌がるのがもう当たり前じゃん。確かにそうですよね。そう、でもそこはなんか何でもないところなのに。こういう番組でしたっけ、これ。違うのサイコパスが集まる番組じゃないのこれは。そういう番組そうですか。野島君はうなじがいいの。どっち、その膝裏と比べんだったらうなじの方がいいですね。うん、あ、そう。でも指とかあるじゃないですか。はい、手、指が綺麗だなとか。女性の指、うん。うん。そういうとこはなんか見たりしますけどね。なんか爪とか可愛いな。指は、なんか眠るけど、なんか。眠る眠る、眠りますよ。眠るってどういう意味ですか。眠るっていうのはこうしゃぶるみたいな。すぐ指を眠るやつがいいんだよね。ですかそれは。いや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 、ちょっと声優さんで指をすぐ眠るらしいやつがいるんだよね。自分の指を。自分のじゃないですよ、女の子の指をで、ちょっと引くでしょ。引くけど、引くけど相手の女の子も、うん、まあそんなにその男性のことがすごく嫌いではない場合、うん、意外とドキドキしちゃうことがあるんだって。でそうなったなると、うん、一気に肉体関係まで行きやすいらしいんですよ。なんかすっごい一か八かのいきなり究極の選択がそこで行われるわけです、うん、だから多分ね嗅覚が鋭いんですよ、こいついけんなっていう。ですよね。そうで、そこをなんか一気に飛び越えるために、うん、ちょっと突飛な行動をするんですよ。だから、うん、で向こうはほっとドキッとするけど、うん、一回飛んじゃったらまあもうあとは人間ってほらその一回飛ぶまでが大変だから。確かに。そうそう、ゼロから1が大変ですからね。そう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 、なるほど。そうなんです。じゃあもうあれですね、ある意味もう指をねぶるんだったら普通に、あ、こんにちは、あ、ちょっとキスでもするみたいな。言うみたいな。と一緒ですよ。それと一緒ですよ。いやー、そう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 、できないわ。できないよね。ちょっとこれからなるべく頑張っていきたいと思います。はい。ねぶるように。ダメか。そうですね。まあということで、じゃあまあ結論かわかんないけど、はい、まあ、そうですね。はい、早速この、事件の案件の結論を関さんお願いいたします。はい。指をねぶれ。打たれて当然だと思います。はい、じゃあもう一つ未解決事件を紹介してください。はい、